こんにちは。こんにちは。今日はですね、私たち総合格闘家が紹介するバンテージの巻き方を皆さんに、うん、あの試合ではね、確実に巻く人が多いと思うんですけど、人に頼んで巻いてもらうことが多いんですけどね、練習はね、結構みんな自分でパーッと巻いて、うん、そうだね、やるんですけど、はい、巻き方わかんないじゃないですか、はい、バンテージってしかも何、うん、みたいな人もいるし、ね、私たちはこのオープンフィンガーグローブを使って試合をするんですけど、多くの人はボクシングとか、うん、キックボクシングのジムに入ってたりとかして、でその拳を守るためだったり、はい、だったり、あとは、はい、衛生面とかもあるし、手首を守るためだったりして、バンテージっていうものを巻きます。これは私がずっと使っている紫の、かなり年季が入っているものなんですけど、使ってる感がすごいですね、やっぱりこれははい、ということで、プレゼントじゃないですねこれもらいたくないでしょいやー、これ逆に欲しいかもよすごいよね、ということで、アミバさんに聞いたら、アミバさんと私のバンテージの巻き方がほとんど一緒だったので、ね、ほぼ似てる、一緒だったので、私たちが使っているバンテージの私たちの巻き方を今日はご紹介します。はい、じゃあ早速巻いていきます。こんな感じでバンテージを持ってる人はバンテージを巻くとやりやすいので、まず巻いておきましょう。で、このピラピラがあるところを持ってもらって、自分の拳の大きさになるように巻いていきます。結構私は体重もある方なんで、拳が痛くなるから強いからね、8巻きぐらいして取ります。はい、綺麗に取れたら人差し指の方から置いて小指の方に置きます。これがあんこと呼ばれるところで、自分の拳を守ってくれます。で、押さえながら一巻き二巻きぐらいで、手首に外側からいきましょう。ここは何回巻いてもらってもいいですけど、長さもあるんで、この後じゃあ指の方へ巻いていきます。手首の方から中指握ります。ちょっと開きながら親指と人差し指の間を通して手首、そして次人差し指と中指の間握ります。少し平が引きながら親指と人差し指の間を通して、また手首、最後に薬指と小指の間を通して握ります。最後は手の外側を巻いてあんこをかぶせるようにしたら、自分の手首の方へ回して握りながら、パンチを打った時の状態で握って止めて出来上がりです。最後に握りがちょっとこう掴みやすくするために、私はここをネジネジと丸くして、そうするとこう握りやすいんで、こんな感じに出来上がりました。ちょっと調整します。出来上がりはこんな感じ。じゃあ片方出来上がったので、今度反対側は同じ目線で見えるように巻いていこうと思います。で、いきますね。こんな感じで取ったら、やっぱりあれですね、年季がねこの
伝わってきて。いいですね。やっぱり使ってないやつを見せるよりちゃん使ってるなっていう方がこう説得力がありがとうございます。しますよ。相当使っ、まあ、色結構家にもあるんだけど、うん、相当これは使ってるね。だからくたらないっていうか、くたってるけど、いやくた、まあでも、うん、まあでも使えるっていうのはすごいですね。この方が巻きやすい。ずっといつも使ってるやつの方がなんか巻きやすいです。やっぱな、慣れてきますよね。それはちょっとわかる気がする。馴染んでくるよね、うん、です。なんかやっぱり使っ、ちょっと柔らかく、うんうん、こうこのバンテージなんかグローブとかもね、そうだよね。そうだね、使っていくとさ馴染んでくるからね、うん、このバンテージはちょっと伸びもあるから、はい、巻きやすい初心者でも、まあ、こういう風にね、みんな自分でねさっと巻いて、そうだね、やってます。このね、マジックテープのところがダメにならない限りは、うん、これも最初始めた頃私が自分で勇みに行ってさ、うん、買ったやつだから結構思い出深いんですよ。なるほどね。な感じでこちらも分けました。 OK。 でちょっと両手の感じを、はい、お、いいですね、綺麗に、うん、うん、いいですね。こんな感じです。まあバンテージの巻き方はいろいろあります。他のやり方もあって、まあ、時々会員さんとか、あの始めたばっかりの人に何、どの巻き方が一番いいのか教えてくださいって言われるんですけど、本当に無、まあ、無数までいかないですけどいろいろあるんで、ちょっと今日は一番私がいいと思っている巻き方でご紹介したんですけど、他にもいろいろあるので、あのこうハンドラップとかね、楽な方法もある中で、私は、僕はあのバンテージに挑戦してみるこの巻き方、いろいろ勉強したいという人は今日の動画を参考にしてくれたら嬉しいですね。はい、はい、ということで、はい、またじゃあ見てください。